t は球技でボールを乗せて打ちやすくする用具。ゴルフ、ティーボール、アメリカンフットボールなど様々な競技で使う。ボールを乗せたゴルフティーゴルフの t はボールを乗せる直径1センチメートルほどの逆円水系の台と地面に刺す長さ1 0トルほどの杭からなる。素材は主にプラスチックか、伝統的には木製。通常、 各ホールの一打目はティーに乗せたボールを打ち、これをティーショットと呼ぶ。ティーショットをするエリアをティーグラウンドと呼ぶ。ティーショットの順番を決めるのにも用いられる。ゴルフのティーとはもともと一握りの砂という意味があり、古くは砂を盛り上げただけのものだった。1889年に器具としてのティーがイギリスで発明されたが、当初は台上のものだった。 1925年にアメリカで現在見られるような形のものが発明された。ティーボールにおけるバッティングティー野球の練習やティーボールに使用される。細長い棒の先にゴム製の台を取り付けている。アメリカンフットボールのティーは特にキックティーと呼ぶ。幅広の台で上面中央に穴かへこみがあり、ラグビーボール型のボールの尖った先を乗せる。 フリーキックの時などに使う、ありがとうございます。